賃貸に下る女観音の助けによりて賊の難を逃れ命を保つこと第21今は昔賃貸国に住みける人京に登りて用事ありければ 「今日に月ごろありけるに頼りなかりけり」「宮塚へしける女の年若く形美麗なりけるを宿りたる家の隣にありける下女合わせてけり」「その後男」 この女を去りがたく思いてすぐるに、男、元の国へ帰るべき時になりて、この女を愚してゆかむといいければ、女、日に愛頼む人もなく、知りたる人もなければ、誘う水あらば、 と思い渡りけるに、男の書く言いければ、いでたちけり、隣の女も、申し伝えたりしかいあり、とて喜びけり、書くてすでにこの目をぐして、元の国に下りぬ。 男もとたよりやりければ思うようにてあるほどにふたとせみとせになりぬしかるあいだ男隠すとすれども盗みをやくとしけるを目ようやくその景色を知りぬ たびのそらにておそろしきことやいでくらむずらむ。と思えどもわれをさりがたくおもいたればしらぬようにてすぐるに。このことをせいせばや。と思うにまたかくたけきものなれば。 恐ろしくて言わぬをなお、せいしてむ、と思いて静かなりけるとき、二人伏してよろずを語らい、行く末のことをちぎりけるついでに、目のいわく、我、君に、言わむと思うことあり、 聞かすや「と男のいわく何事なりというとも何ぞ聞かざらむたとえ命を失うことなりともいなぶべきにあらず」「言わむや他のことをば」と 女嬉しと思いていわく、年頃怪しきことを見るを、それやめたまいてむや。と、男、これを聞くままに、景色変わりて、物も岩でやみぬ。女、 よしなきことをも言いてけるかなと悔しく思えども取り返すべきことならねばまた言うことなしその後男景色変わりて目のほとりにも近づかず目 よしなきことを言い,いて、我必ず殺されなむとす。と嘆きけるに、もとより観音本をなむ、日ごとに読み立てまつりければ。観音助けたまえ。と心の内にぞ念じける。 叱る間四五日ばかりやりて男目にいわく今日この近きところにゆきて弱みするにいざたまえといえば女今日我おば殺さむずるにこそありけれ と心得たりといえども、逃るべき方なければ、ぐしてゆかむとす。目を沼に乗せて、我も沼に乗りて、柳食い書きおいて、樹者二人ばかりぐして、猿取りの時ばかりにいで立ちてゆく。目、涙を流して、 しなむことを悲しんで、さらに道も見えねども、ただ心の内に観音を念じたてまつりて、この世はかくて闇なむとす、御所を助けたまえ、とぞ申しける。 かくてゆくほどに、かたえは山にて、いまかたえは、沼といえば、池のようなる、沢立ちたるところなりける、細き道を行きけるに、目、男にいわく。ただいま、いとわりなきことなむある、沼よりしばらくおりむ。 と、男、毛、足毛にて、さわ、それ、おろせ。と言えば、呪者より来たりて、抱きておろしつれば、沢のほとりに降りて、遠きことをするようにていたり、抱きおろしつる男の、 近く立てるを女の各あるところには近くはなきことぞのけと言いければあるの男も二胆ばかりをのきて馬を控えて立てるに目れ 殺されむよりは、この沼に入りて、身を投げてむ。と思いて、来たりける絹どもを脱ぎて、その上に一目傘を置きて、至るようにして、我は裸にて、密かに沼に入りぬるに、これらつゆ知らず、 この沼の上はひしのごとくして足などいうものを生い茂りてそこははるかに深かりけるに落ち入りけるままにおきとおぼしき方へただ灰にいけるに今はしなむずらむと思いて 観音を念じ立てまつりて、いどこともなくはえば、そこをはいてゆくに、水の下にて聞けば、とおらかに、男の声にてあららかに、など、久しくはあるぞ、早く乗れよ。というなるに、 女の声をせねば、かぶら屋を持っていたれば、傘の上をいつるに、下の声もなく、矢の風も答えずして、うつほなれば、男、あやしい、それ見よ。と呪者に言うに、呪者、よりてみるに。 人なければ、追わせず。と言えば、あるじ、沼より降りてみるに、絹と傘とはありて、主はなし。驚きて、まず、山の型を追い求むるに、なし。沼に入りぬらむ。 と疑わず「叱る間日暮れて暗くなりぬれば男頭をかきて寝たがるといえどもすべき方なくて家へ帰りぬ」「女ははるかに沖に入い出て」 よもすがらはいて、あかつきになりて、すこしあさきところにはいいでぬ。みればほのかにくむがちかくみゆ。ひととのようなるところみゆれば、よろこびながら、まずくむがにあがりぬ。みはひじかたなれば、 水のあるところによりて洗う。弥生ばかりのことなれば極めて寒し、ふるうふるう。人の家に立ち入らばや。と思うに世もしらしらとなりぬほどに、沖縄の杖をつきたるいできたりて。 うちて「子はいかなる人の裸にてはおわするぞ」といえば女「盗人にあいたるなりいかがすべき」といえばな アナ、いとおしいざたまへ」と言って家にいてゆきて目のオーナにこれ見よかかる人のおわするぞと言えばオーナーちひありけるものにてこれをあわれんで あやしの青というもの着せて、奥の方に据えて、火にぶりなどしてあれば、生きたる心地して伏したるに、食い物などよくして食わせて、二日三日いたわるほどに、見れば誠に誕生なる女なり、はよう、ここは、 ありしところをはるかにさりてしかるにその国のつかさという人のこなりける若かりける人いまだ目もなくしてありけるにこの家のオーナーの娘たちに宮ずかえしてありけるに 家にいでてみるに、このひとあり、うちかたらいなどして、ひごろありけるに、そのめのわらは、たちにゆきて、このひとのありさまをかたるに、このいえのこのあるじ、これをききて、たちまちに、そのこいえにゆきて、おしいりてみるに、まことに、 いとめやすくてここはつたなしとみゆるところもなくてあやしのあおをきていたりよりてふればわむとするにいなぶべきようなければしたしくなりにけりそののちおとこきぬどもなどきせてたちにむかえてすみけり 日頃をすめるほどに女ありしことどもを落とさず泣く泣く語りければ男気になりけることかなと思いて父の神にこの女のこととは言わで神に言いけるよう 国にそれがしと申すなるおのこ、年頃盗みを持ってわざとして、この頃今日より女を迎えて、その目を殺さむとしけるに逃がしてければ、その目のもとなむある、速やかに召すべきなり、と、 神、このことを聞きて使いをかの国にやりてこのよしを言い送るかの国にもそのおのこもとよりその聞こえありけるに合わせてかく言い送りたればすなわちそのおのこを絡めて国人をぐして送りたれば このことを問うに、しばしは落ち去りけれども、せめて問いければ、ついにありのままに言いけり、元の目、素のうちにしてこれを見て、意と哀れに思いけり、この盗人のおの子をば、のにいてゆきて、 首を切りて蹴り、女はこの家のこと、長く妙ととして京に登りて住み蹴り、これ一重に観音の御恩助けなり、と信じて、 いよいよ年頃に観音につこう祭りけりまことの心ある者は書くぞ仏の利益をもこうぶりける女の語りけるなりとなむ語り伝えたるとや